Hi everyone, it's Shino. Welcome back to my channel. 今日サンタモニカカレッジで交流会を開催させていただきました。イエーイ。For coming out to my meetup, and a big thanks to SMC JSA for having me today. What a huge turnout! I think around 40 students came out to my meetup. I can't believe it! たくさんの方が交流会に足を運んでくださり、本当に嬉しいです。今日の交流会では、来てくれた方の質問に私が答えるという、Q&A セッション形式で進めていきました。サンタモニカカレッジに通われている学生さんが多くて、その中の半分以上の方が4年生大学への編入を考えているということで、編入に関する質問が多かったかなって思います。でその時に聞かれた質問の一つに、課外活動と GPA 成績どっちが大事ですかっていう質問を受けました。 GPA 成績すごく大事です。やっぱり GPA 成績がないと書類も見てもらえないので、課外活動と成績どっちが大切かって言われたら、私は成績がものすごく大事になってくると思います。将来的に UCLA や UC バークレーなどのトップ UC スクールに編入したい子たちは、ハイ GPA をキープするのを頑張ってください。でも一概に UCLA はこの GPA がないと入れないって言えなくて、なぜかっていうと、学部によって合格者平均 GPA が異なるんですよ。 3.5 以下のとこもあるし、逆にビジネスイコンとかだと4あっても落ちちゃう子いたりするので、本当に学部によってまちまちなので、自分の学びたい学部だとどれくらいの GPA が必要なのかっていうのはインターネットで調べれば出てくると思うので、ぜひ検索して、それより、高いに越したことないんで、それを最低キープできるぐらい成績はあった方がいいと思います。課外活動は大事じゃないの？違います。課外活動もとても大事です。例えば同じ GPA の出願者がいた時に、 A 君と B 君どっち取るかって言ったら、課外活動やエッセイの内容を見るんですよ。自分がその状況になった時に、課外活動やエッセイで評価されるので、自分が選ばれるように、コミカレッジの2年間は課外活動だったり UC アプリケーションのエッセイに時間をかけるというのは大事だと思うので、そこも怠らず勉強も頑張ってほしいと思います。 UC アプリケーションの書き方とかも11月前に上げられればなと思ってます。他に UC アプリケーションに関して質問がある方いたら、コメント欄でぜひコメントしてください。今後はもっといろんなコミュニティカレッジで交流会を開催できたらなと思っております。では動画を見てくれてありがとうございました。 SMC JSA の方たち、今日は本当に素敵な交流会を開催してくれてありがとうございました。で今日来てくれた方々も本当にありがとうございました。ということで Thank you guys so much for watching this video. I will see you guys again soon. Bye.